はいいどうもオクポンでございます相場すごい下がってますね。暗号通貨相場ですね。すんごい下がってて、これはちょいと押したね、えー、びっくりニュースなんじゃないかなと思いますよね。こんだけ下がってれば。で、おそらく、まあ今あ、本当、めちゃこう下を叩いてて、で、まあ、下って、 な環境もこう整いかけてるところじゃないのかなっていう本当そういう捉え方しかできないんですよで、まあ、待てど暮らせどっていうところだとは思うんです正直ねでいくらやってもでノアなんかピーク時からしたら10分の1ぐらいになってるしノアコインねであんだけで保有者が結構いたんですよねチラッと見たんですけど2万9000人とか あ保有してでその方々は、うん、ウォレットに保管されててそのウォレットの数字がそうなのかなっていうところだと思うんですけどもどこの数字をね拾ってるのかっていうのは正直わかんないんですけどもおその程度ねえー いらっしゃるっていうところでその程度って変だ,変だけどもそのぐらいいるってことでうん他のことにほんと特化した方がいいっすよっていうそこに落ち着いちゃうんですよ。 それはまあ、実業であっても何でもそうなんですけども、で、まあ日本でもね、金融庁が暗号通貨取引交換所6社に業務て改善命令っていうところで、これまた別の記事ですね、私が紹介してからまた別の記事で、今度は割と具体的なね、テ,キブテックビューロ、大阪市、ビットポイントジャパン、これは東京港区、BTC ボックス、うん、これ東京中央区、ビットバンク、 東京・品川区、ビットフライヤー、東京・港区、えー、読めないんだよな。 何て言うのかな、読めない、の6社に対し、有名なとこなんですけどね、こういうとこあるんだよな、えー、業務改善命令を出した、金融庁が資金決済に関する法律に基づいて、各社に対する立ち入り検査を実施した結果、マネーロンダリング対策など不備があったという、テックビューローは3月にも業務、行政処分を受けて、行政処分を受けてるんですね、結構でかいですよね、行政処分ってね。 なおうーん、19日に事前報道があったこともあり、暗号通貨市場の反応は薄い。まあまあ、そんな下がんなかったよっていうところなんですけども、市場の、まあ、反応は薄いって言っても、相場は22からまあ今にかけても、結構下がってると思うんですよ。で まあなんていうのかな、本当、に叩いた誇りみたいなところはあるんじゃないかなと思うんですけども、これを、さらにやっぱりね、下いってるんで、もうビットコイン68万円台ですかっていうところを指してるんですね。で、やっぱもうね、ここは、どうにもこうにもならないんです。何度も何度も言いますけども、これは本当に、 どうもこうもならないんで、ほんとこの木にですね、別のことを始める、本当に放置をして、えー、別のことを始めるっていうのがいいのかなって、だってこれ、ああ、ここだからな。まあこれ前にも言ったとこかな。うん、11月の11日付近まで、で、下髭まで下げればもっと下がって、60万円割るです。うん。 ね、下ひげまで下,がり下げれば60万円割るわけなのでで今まだ70万円それって言ったら70万円割ったとこだけだしとはいえこの70万円っていうところがあ割りかしねもう。 うーんまあ、横にビュッと引いてみればあいいところでも,もっとね下ひげまで見るともっと下がるのよ64万円まで下がるのでこれ,これコインチェック上のねチャートで見てますからコインチェックっていう取引所でその値段ねうん 結構口座持たれてる方多いかなと思ってて、で、マネックスとね、えー、提携して、提携マネックスの参加に入ったってことで、えー、こちらセキュリティはね、割かし強くなってくんじゃないかなっていうところは私は踏んでて、まあなんかもしあるんであれば、コインチェックを使います。おそらくね。おそらくというか、コインチェックを使うでしょう。で、あっちこっちに口座を分散するとめんどくさいんですよね。 何かと。うん、だからイン、イン金額とアウト金額を合算しなきゃいけないとか、なんかそれを二手間見てもやんなきゃいけないんで、あんまり使いたくないんですよね、他の取引所って。なので、まあ、マネクスとくっついたこともあり、コインチェックね。まあ、これは、あまあ、雨降って地位か、地位固まるじゃない、地位固まるじゃないですけどもお、あんなことがあったのでね、ネムの件があるので、私はコインチェック、しかもマネクス。 今あ、入ってるってことで、えー、いいんじゃないですかっていうところで、まあ、まあコインチェックは使っていくんですけども、とはいえですね、私がこれを資金を入れるかって言ったら、あ入れません。はい。あのー、へそくりみたいなものはあるんですけども、へそくりはへそくりで置いといて、資金は入れなくね、うん、しています。うん。 だから、まあね、これなかなかどうしても難しいとは思うんですけども、おまあ、こういうね、えー、6社があ、まあ中には業務停止命令を送らってた会社があったりとかっていうのはあるので、まあ、どっかのタイミングで上げるでしょう、おどっかでね、ただ、それがいつなのかっていうのは分かんないですね。うん まあいつの時期なのかっていうのももう全然誰も予想できないんじゃないですかあのー、そもそもんこんなことがないんですようん今までねあのー、ここまで吹き上がらないっていうことがだって今下にどん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 、うん、行くじゃないですかで昨年は上げその前も上げですからあビットコインっていうものがピザのね えー、ピザ何枚分っていう紹介をされてからあーそれをねもうみんなほとんど暗号通貨やられてる方はビットコインのね えー、老いいちみたたのを見てきた中で,で、みんな知れてるでしょう、ビットコインがどんなものかっていうのは、ある程度ね。で、東京だとか、まあ、あ福岡だとかね、大阪だとか、支払いができる店舗もできて、で、それでタクシーもね、えー、乗れるっていう場所ができてでて、やりながらのこれですから。 でその支払いをできる、できないっていうところね、今あ、支払いで使えますよっていうところでも、ビットコインの価値が上がるであろうっていうところをもちろん踏んでるわけですよ。うんビットコイン集めてるわけだから、で、それを考えるとですね、本当、まあ、いつかは上がるだろうっていうところはあるんですよ。う ただまあ、これはなかなかどうしてね、難しいところではあるっていうのは、あしつこいようですけども、ここはあしばらくね、えー、言うんじゃないかなと思います。うん。本当にね、あのきついっすっていうところは、悲鳴のようにね、聞こえてきます。あのー、で、あ私、直近の動きは、今月中にね、ノアのウォレットですか。 あ,あれが iPhone 用なので iPhone 用の方で落とそうかなとでアンドロイド用のやつもこれから実装されるようなんですけども、あのー、バージョンが上がってない容量が低いものだとあ広げられない上げられないっていうところであつくなんか使えないみたいなんで,でそれを考えると iPhoneiPhone iPhone っていうのは本当アプリ系っていうのは強いしうーん強いんですよやっぱりね。 うん、本当、強いなって思いますよ、iPhone はね。えー、で、ポケモンなんかやるとす,すげえわかるんですよ、うんと。10秒ぐらいですね。10秒、5秒、10秒ぐらい差があります。レイドバトルっていうやつをやると、アンドロイドでやると、今、いまだにアンドロイドの方いらっしゃいますけども、アンドロイドでやると10秒ぐらい差が、5秒、10秒、言ってましたね、アンドロイドの方が。 ほら、みんな繋がってからこんなに遅くなってるよって。レイドバトルって何人もね、同じ空間に集まって、一つのうーんポケモンをやっつけてね。で、それを捕まえるところに、えー、をやるんですけども。で、それから弾を放り投げて捕まえるんですけども、それのことですね。で、アプリ系は本当 iPhone が強えなって思います。本当にね。うん。で、 ちょっと完全な余談なんですけども、ポケモンね、なんかフレンド申請っていうのを受け付けてまして、で、あれが結構おっかねえなと思うのは、あの、フレンド申請でギフトをあげたりっていうのができるんですよ。で、あげたりとかできるんだけども、うー住んでる場所がわかっちゃうんですね。あれがすごいおっかないです。 あの何が起かないかっていうと暗号通貨をやってる方がある程度の行動のね範囲が分かっちゃうってことですよ。うん、でギフトってポケモンのギフトって何なのかっていうとスポットを回るとなんかくるくるするね場所を回ってでアイテムをダッシュしていくんですけどもでそのスポットを回るとねギフトってのがもらえるんですね。でギフトを上げることでなんかね モバゲーのね、友達になってね、なんか挨拶をするような感じです。もうやってる方いないかな、モバゲーって。あの挨拶アカウントを作って、で名前を作ってで、で、プロフをね。プロフって、大体普通は丸裸なんですよ、最初はね。 いやシャツを着てパンツをトランクスを履いてみたいな男性であれば女性であればもう同じじゃないかなシャツを着て、えー、パンツを履いてみたいなそんな格好なんですけどもそれでバージョンガチャとか課金したりとか課金をしないで無料ガチャとかで服を着せていくんですよ。でそういううあれでもね そあれみたいな感じのもの、挨拶をして、えー、仲良しっていう、なんかそのね、友達の友人の度合い、えっと、友達の友情度っていうのかな、度合いが上がってって、おそらくアイテムのバージョンが上がっていくんでしょうね。で、それで、小アクションとして、えー、何個かな、4つか。 あ、ポケモンであれば4つなんですけども、4つギフトをもらったら何かね、えー、ああある。あるですよ。あるものがあるんですけどもで、1日1個限定っていうことでで、そのギフトをあげるときに土地名が出てくるんですよ。これが結構暗号通貨をやられてる方はネックかもわかんないです。ポケモンやられてる方は割ともう長い方がいる。多いから。 あその土地がどうのこうのやって何色がどうのこうのっていうそんな悪質なものもね昔と比べてはあ薄まってるので,でまあここで LINE グループを作ったりとか情報共有ねえどこで何々をやってるよとかこんなのが出たよとかって情報共有をしてるぐらいなんで,で本当は暗号通貨やられる方はあれ気をつけた方がいいかもですねうん暗号通貨やって資金があるよっていうのがばれてで治安も うん私的に見ると社会的治安っていうのは今後、まあ、今でも十分下がってるとは思うんですけども今後どん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 下がってきますでこの、うん、これは今度暗号通貨投資っていう人生とかね、えーまあ、投資っていうところで通じていくのかなと思うんですけどもあの治安が下がる理屈っていうのはもうあうんとねものを食べれる食べれないと。 おまあ、富裕層おいわゆるもう私は一生働かなくていいわっていうでいつもいつも美味しいもの食べて旅行行って、えー、であちこちにね、えー、住んでる場所があってでそこはメイドさんがいて、えー、私がいつ帰っても問題ないわっていう人たちの立ち位置が一緒で。 富裕層の方が貧乏ににになるってこはは非常にこれは考えにくいです、あのー、お金が集まってくる人っていうのはあお金が集まってくる情報しか集まってこないです。お金を生産うんと増やす情報しか集まってこないんですよ。マジで。で周りを見ていただくと分かると思うんですけども人の噂とかね愚痴とかあっちがどうしたこっちがどうしたってやってんのって聞いたことありますよね。 ああいいう話はまずしないですうんまずしないでしないんだけども下の結局生活がどうのこうの生活のために働いてるとかお金のために働いてる自分のね命を売ってる方っていうのはそういう話出るでしょあれがそもそもあのー、お金持ちの話ではないってことなんですよ。人にほぼ興味はまあもちろん人、えー、なんで人には興味はあるんだけども。 圧倒的にその人にあっちこっち邪魔される阻害されるものがないんですよお金持ちってでも生活のために働いてる人ってあっちの奥さんがどうしたそっちの奥さんがどうしたとかあの人私嫌いなの嫌いかもしんないとかってそういう話ばっかりしてるでしょでそれで時間取られてるんですよでそれがよく分かってないです問題はそこなんですよ で周りもよく分かってないからでも関わって子供の関係上で関わっていかなきゃいけないとかで、えー、時間が取られるんですよ。で生産性がないことに時間取られるからお金が集まってくる理屈が立たないんですよ。この層は。絶対に。これ絶対なんですよ。でこの絶対いいお金が集まってこない層と交わってたらこれはもちろん。 お金なんか、お金持ちには絶対ならないですよ。で、お金持ちの層っていうのは、お金が集まってくる。まあまあ、生活、なんか病気あっても、名医にお金をね、ポンと出して、かかることができるんですね。お金持ちっていうのは。で、お金持ちはさらに環境は良くなってきます。で、えー、生活のために働いてる方っていうのは、どんどんね、えー、環境悪くなってきます。で、これのが、 あもっと悪化していくっていうのがなんですよもう空に困ってる方でわた私たちみたいななんとかね生活してれば働いてればなんとかなるそうがこれが争うってことなんですわかるかなネットっていうものがあって世界っていうものがあって世界が今一つになってるんです世界が一つになってて日本にいるとピンとこないでしょうけども住居があって で水がシャワーを出せばワンワン出てきてお湯も出てきてで安全なものをねすぐ食べて死ぬものって売ってないじゃないですか今これを食べたから死ぬ体に影響が出てくるものはいっぱいあるけども今すぐコンビニの弁当1個食べて死ぬかって言ったら死なないじゃないですかそれを毎日食べてたら絶対影響ありますようん食道がんかなんかのリスクが高まるだけですあの消毒がすごいですコンビニの弁当って で、そういったものをずっと、たあのまあまあいいや、あのーそうないも、ないじゃないですか。今すぐ食べて死んでって。でもその、今ここ食べられない層っているじゃないですか。で、この食べられない層とここの層があ、今なんとかなってる人たちの層が、今争ってるんですよ、これは。私たちが見えてる。まあ私、これ地方にいてすごく感じるのは、外国の方が増えたなと。 でさっきに言ったね、結局、なんだっけな、あの就労ビザじゃなくて、なんかね、変な難民申請か、難民申請っていうのを日本に来て受ける方っていうのが増えてて、で難民申請があ就労ビザ的なね、えー、世界的にはネ,ネットでは拡散されてるみたいですよ、日本に行けば安全だよって、で日本に行ってこうしなさい、ああしなさいって、なんか。 ある種マニュアルみたいのがあってそうすればねその人たちは今上貧困で大変な生活をしててね日本の生活水準の10分の1とかあ15分の120分の1でやっていける人たちが、えー、こっちに入ってきてるんですよ。でその人たちが入ってきてるってどういうことかって分かりますその未来って。あの要は日本の,の場所で富を減らしてるんですよね。 わかります日本の賃金をもらいます日本の賃金をアフリカないしもうあの家族に送りますっていうことをやってるわけですよ今現段階。ってことはあ日本っていう資産が減ってるんですよ、うん。国力がどん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 下がってくってことなんです単純に。で倉庫をやってるうちに日本っていいよって言ってそれこそ家族も「お前一人じゃさ」って稼ぎもおやっぱり1倍だかけど。 お俺たちも,もう俺たち兄弟もあと2人3人いるわけだからあ日本に行った方がいいんじゃねっていう話になってで同じ合コンで日本に入ってきてでそれがあ今まで一人だったのが4人になってみてくださいよ4倍の速度で日本の資金でご両親の方に向こうに送金してるんです俺たちはここで働いてもう向こうで田舎でゆっくりするんだっつって えー、も,うもうみんな食うに困ってるようなところにどん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 送金をしてでこっち送金をした元手に家を建ててでこっちら裕福なあ、まあ、一家ができているわけですよこれが一家どころか何十何千何万っていう数字で今から構築されてるもしかしたらもう構築してるのかもしれないですで日本の資金が抜けてるってことはここ日本に暮らしてる人間がとんでもないんですよ あれもそうですよ高度医療制度ってあるんですけどあれも結局海外では超格安で有料なあ手術が受けられるよっていうことでなんかあれもある種マニュアルみたいのもあって、えーまあ、こっちに出てきて、えー、その金額を払えばね何人だろうが受け入れてくれるって何か申請の方法があるんでしょきっと。ででそこで えー、多分間にかんで、えー、資金を抜いてる方もい,いますよ、うんあの。翻訳とかねその通路を教えてとかここの病院に行ってこうすればいいよああ,ああすればいいよっていうことが教えて,教えてる方がいてでそんなこんなをやってるとどうなりますだってお金が100あるお金って変わらないんですよ。でその中の資金が抜かれてますよねっていう話なんですよ。これれが現在進行形ででわれてるんです 行われてるっていうのはどういうことかっていうと必ず影響があるんですよだって100ある原子っていうものって変わらないでしょその原子っていうものがどん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 抜かれてるんですよで各国に渡ってるんですようんこれだって減らない以外ないじゃないですか減りますよね確実に減ってますよねっていう話ででここの層たちが苦しくなるんですよねいわゆる中間層だと思ってる層っていうのかな 中間層だと思ってる層、まあ、自分たちは中間だわ、うん、中間マインドってのがあるんで私たちは中流家庭だわってやってる方がほとんどなんですよ日本ってでその私たち中流家庭だわってやってる人たちがあ実は生活が苦しく、まあ、情報をね取ってないんで世の中でどういうことが起きてるの相場なんか向かってれば嫌でも分かるんだけどもお相場って株ね 株を毎日のように見てればラジオを聴いてれば世界でどういうことが起きて日本でどういうことが起きるのかっていうのは各パーソナリティが日替わりでいろんな話を視点が変わりますからいくら相場株に向,かい向き合ってるっていうのは一緒であっても視点が個々の生活が性格があるじゃないですかで視点が変わるんですよ 主婦が100均を見た場合に映り方がこうだっていうように旦那さんが見たとこで、えー、何のこっちゃっていう話の見立てになるわけですよ。うん、で、バイクを見た時もそうだし女性と男性では違うしねそれと同じようにいろんなこの経験を積んだ方のそのパーソナリティっていうのがこうこ,こで毎週いるわけですね月曜日から金曜日で時間帯によっても変わってくるしでそういう人たちの話を聞いてると おもう大体世の中どうなるのかって分かりますよね。AI ロボットにしてもそれ。でまあ他もそうですよ自動運転。で自動運転なくなったらタクシーの人いらないじゃないですか。いくら死ぬだ生きるだって言って誤、えー、動作。 が起きて人殺しちゃったとかね逆に乗ってる人が死んじゃったってやってても何回も何回も試してきますよだってそれ以上に人が人を殺してる人が人を傷つけてることって多いじゃないですかあんなめっちゃ増えてますよあの私が今住んでるところの本当の通り通りで一月も経たないで理系変な事故ありますうん まあ一つは側面がガリガリになっちゃったどうやったらああなんのっていうのから他人のね敷地内に車を入れてだフェンスがぐちゃぐちゃになってるとか明らかに変ですよねっていう話の案件があれヒューマン,ーマンエラーじゃないですか人間がミスをして犯したことなので,でそういうことっていうのは増えてきますよねであればもう機械に任せた方がいいじゃないですか。 私は機械の方が信用しますもん、人より。怖いっすもん、人。ね今の50を超えてね。これも世界初ですから。日本が平均値で50をそろそろ超えてきますけども、これ超えたら世界初ですよ。うん。世界初。歴史上初っていうのかな。今まで人口はどん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 、えー、っとね、えー、っとね、フランス革命。フランス革命の時の地球の人口っていうのは5億人です。 5億人今いくらいます ?75 億人ぐらいいますよね。えー、何倍ですかで100億がリミットだよって。でリミットの100億までいったら人間が人間をまあこうやり合うかあるいは何かしらのね今坂田の種みたいなところで、えー、生産性をどん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 上げてなんとかするあとは宇宙に逃げるとかしか方法ないじゃないですか。うん方法ないと思うんですよ。うん、核戦争になるかねそうすれば 人が人を何て言うのかなある程度の人数にしてくれるんでね戦争が起きれば人が人を殺めるわけだからあ,ある程度の人間が落ち着くんじゃないかなと、まあ、核爆弾なんて振ったらあ,あっという間に人口ってぐーっと減ると思うしね、うん、そうすれば残った人たちが今度生産活動を行ってまたね、えー、再び同じような文化をね、えー、築いていくんだか全く違う文化になるのかわかんないけども っていいいう風に進んででくしかないんですよでそのもっと手前にあるのは今の現状ですよね。資金が世界日本の資金が世界に抜けてる。日本に来ればあ無敵だよっていうね、ビザが発行、ビザみたいなものが発行されてしまってる。したら、そのビザみたいな発行して,るして、えー、もらってるところに資金が抜けるってことは、今、中流だと思ってる方の資金が抜けてるんですよ、見えないところで。 うん、不法労働だとかなんとかっていろいろメディアでは叩いてるけどもでも今どういう状況かっていうとその人たちベトナム人とかアジア圏の人たちがいないともう生活できないんですよ日本っていう国土があ賄えないんですっていうのが現状なんですで雇ってる方もあの人たちいたら助かるわっていうそういう現状なんですよそれはもうこの流れになっちゃってるんですようんベルトコンベアに乗っちゃってるわけですこれが でこれをどっかで切ってしまったら人がもうだって日本の平均年齢50なんだからでしょ人が集まんないんですよそもそも、うん、働こうとする人たちもおこれもまた困った話で若者ってのがパラサイドしすぎちゃってるんですよね親に乗っかってるじいちゃんばあちゃんに乗っかってるで変な次元って多いじゃないですか,か人間はね本来であれば男なんかは外にバン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 出なきゃいけないんだけども あの変な事件が起きるっていうのは力がこう有り余っちゃってるんですよね要は生活するのが楽じゃないですか実家にいれば楽なんですよぶっちゃけご飯時間になれば出してくれるし楽じゃないですかお母さんお父さんとかいらっしゃる方は楽っすよ本当にでそれを一回も出たことがない出たことがない方が増えすぎちゃってるんだと思います私は見ててねでそれでやれにニートだの おなんだ、あ引きこもりだのっていう方が増えちゃって、である種、ストレスみたいのを加えたら、今度、逆ギレっていうのをして、お母さん、お父さんを殺めちゃうとかね、ひっぱたえちゃうとかね、で脅しちゃうとかね、中には、じいちゃん、ばあちゃんの死体を隠してしまって、年金をずっと受給してるっていうのもやっぱり出てきちゃってるわけですよ。これが今の日本の実情ですよ。 だこれは、私はいくら報道を流したところで減るっていうのは私は考えにくいです。うん、だって、今現在、資金っていうのは抜けてるし、で生活力がない若者は増えてるんですから、うん、したら、今度法律の外側に行く人たちも増えてくるじゃないですか。で、法律の良し悪しっていうのも気づかない状態の精神状態になってしまってるってことは、私はそこが問題だと思うんですよ。 あの法律はダメっすよいいっすよっていう判別がつかないつけられないまで、えー、その精神状態がお父さんお母さんもそうじゃないですか息子さん娘さんの今のお環境を打開したいとなんとかしたいとでも可愛くて社会は危ないから家の方に置いときたいっていうお父さんお母さん多いと思うんですよでそれは多分変わんないと思うんですだから私が言ってるのは信仰するしかないと思ってるんですよ うん、で、こういう見立てで見ていくと、治安っていうのは絶対悪くなっていくし、貧乏人が増えていくっていうのは、もう歴然なんです。資金がふ、あのー、抜けてるから日本人、日本のね。っていうところなんですよ。こういう見立てを立てると、お人がどうこう言うわけではないんですけども、あのー、やっぱりいどうにかこうにかしなきゃいけないっていうのは今の実情なんですね。で、暗号通貨っていうのは今、換算としてます。 ここで待ってても時間だけが浪費してしまってみんながみんなうおうおうってやってたら持たないですからねでいずれ、えー、その現実を知るわけですよそうなった時に例えば暗号通貨がもうやばいよっていうふうになった時にじゃあ俺たちどうしよっかってうわ何もやってないよとあの時はうおうおうってやってたからよかったんだけども気づいたら あの時間だけがうおうおうって何の何もねも,もたらさないもの,のに対して時間を振ってたんだっていうのを気づきますよね。で、そうなってからではもう遅いっすよね。まだ間に合うんじゃないですか。半年程度っすよね。うん。だから、あの、私が常日頃なんかに振っといた方がいいよっていうのは、そういうところなんですよね。うん。すごい醜い話をしたんですけども、あの、それがあ、今、日本で起きてるんでね。うんと、気をつけた方がいいと思います。その辺はね。 うん、周りを見たらあ十分見えてくると思います、ヒューマンエラーでの事故、おパラサイドをしている若者で、高齢化している日本の労働人口、それに手助けを求める社長さんで、手助けを求める社長さんに乗っかってる、うーうーね、向こうの自国では大変な若者たちでそれ、そのレールができちゃってるんですよ、今走ってるんですよ、ベルトコンベアで。 LINE、うん、作業をされてる方は分かると思うんですけどもそれが止まったらどうなりますね生産されないですよねでみんなあその LINE の下に何人もいる方があー手作業をやめちゃうわけですよだから会社はどうなりますそれあの製品がもう LINE 止まっちゃってね製品が届かなかったら生産性はゼロですよねっていう話ですでも給料払わなきゃいけなかったらどうなりますねおかしくなりますよね会社がね 経営がおかしくななりますよねっていう話なんで、すよでそのラインに今乗っかってるんです、それが。今、すべて言ったことが乗っかってるわけですよ。これ本当にいい、そういうことなので、うおうおっていうのも別に私はいいと思います。そういう時期もあっていいと思うので、えー、まあ、ノアなんかね、私もうおうおうお応援だぞとやった時期もありますからね。俺はやばいんじゃないそれが今10分の1ですから、別に、 いいんですよ。あの保有してれば保有してて。で、他のことをやるっていうところで、自分の生産性をさらに増していくと。なんだったら、そこまで信じて、えー、いけるんでしたら、それの収入の10分の1とかも当てていけばいいんじゃないですか。今、格安だし、暗号通貨ね。うん。私は、全然そういうのもありだと思いますよ。あの未来に上がってくであろう、期待してるものね、これがいくよっていうんであれば、そこに対してお金は、ああ、 ある程度ね、投じていくっていうのは、あ今、めっちゃ格安じゃないですか。ね、ビットコインも70万円割,割ってるわけだし、他の通貨もビットコインキャッシュももう9万円割ってるわけですよ。で、トロンはバーンが2020年に起きるよっていう話がもう出てるし、いろいろ貼る銘柄っていうのはあるんですよね。セントラリティも今、爆上げ。で、ZDC がこれに乗っかってくればまた面白いし、また ZDC が世に出る頃にはまた違う相場がね、 あの、通貨の相場が始まってんじゃないかなと思うんですけども、いろんな面白い話ってあるじゃないですか？うん乗ってんのは全然いいんすよ。うんなんですけども、ポジションをそれを落とさずに別の方にね。目を向けて今みたいな。身の回りだけでいいですよ。見てみて。あなるほどなっていうのは気づく点いっぱいあると思うんで、眺めてみてはいかがでしょうか？こういうね。換算としている時に違うところに目を向けてみる。っていうのは非常に面白い。 もちろん私もね、えー、暗号通貨信じてないわけではないです。これに関しては、あ社会が必要だと思ったところと、相場が乗ってきたところ、もうここで数字で現れて,出てくるんじゃないかなと思ってます。思ってますから、ポジションをそれをね、損切りをしないでずっと置いてるわけじゃないですか。のばなんかもう損ですね、えー。完全に損ですよ。うん。あのーな、7円、8円割ったら損かな。 8あ80銭割ったらね、えー、ICO 組も80銭、もっと手前で買ってる方はもっと安く買えてても、一番最初の方々も、もう損じゃないかなのはね、うん、っていうところがあるんで、でこればっかりもみみだ見てらんないじゃないですか、私たち。っていうところで見ていくといいんじゃないかなと、周り見てみてください。だいたい私が言ったようなことが起きてるんじゃないかなと思います。 だからお金持ちがお金持ちになる理屈と貧乏人が貧乏人になってくる理屈っていうのはもう全部そこに落ち着いてます。LINE がそうやって、うん、そういう LINE で走ってるんでっていうところでね、えー、切らせていただきます。本当、身近なとこ覗いてみてください。ではでは素敵なね、えー、週末コインライフをお,お送りください。